まず、ハイハットのオープン&クローズの操作について説明したいと思います。私が操作する方法としては、大きく3つあるんですけれども、テンポが遅い時と、早い時で使い分けています。まず、テンポが遅い時ですね。かかとを支点にして、つま先を上下させるという操作方法です。この方法の場合だと、ハイハットを開いた時ですね、オープンの時間の長さをコントロールしやすいというのが一つメリットとして挙げられますね。オープンクローズを連続させる場合なんですけれども、こういった時はつま先を上げてクローズした時にかかとを持ち上げます。かかとを持ち上げることによってクローズがしっかり締まると、音がタイというクローズの音が鳴るというのが一つと、オープン&クローズを連続させるので次のオープンの勢いをつけるという意味で、かかとをドスンと下に落とすような感じでつま先をそのまま上げてまたオープンにするという方法ですね。今度はですね、テンポが速い場合なんですが、速い場合はもう膝から足全体を持ち上げてペダルを踏むという動作に変えていますね。ダンス系のリズムパターンなんかでオープンクローズを連続させる場合はこの方法が有効かなと思います。まず上半身、右手と左手ですね、四分音符の裏打ちハイハットで、2拍4拍でスネアドラムが入ります。ワン、ツー、スリー、フォこういうパターンですね。休符が入った後に右手ハイハット、左手スネア、右手ハイハット、これの繰り返しですね。休符、ハイハット、スネア、ハイハット、休符、ハイハット、スネア、ハイハット、ワン、ツー、スリー、フォというリズムパターンです。次にですね、足の動作なんですが、バスドラとハイハットを同時に踏むようなイメージで、このように両足、両膝を持ち上げて、こういうパターンですね。四分音符を打ってる感じです。この時気をつけていただきたいのが、頭の位置が前にこうあるとですね、膝がすぐ落ちてしまうので、ゆっくりコントロールしたい時なんかはちょっと難しいんですけど、こんな感じです。頭が前に出てると膝がすぐ落ちます。逆に頭をですねちょっと後ろへ持っていくような感じですね。頭を後ろに持っていくと、こう
足が上げやすい感じ、うん、で椅子の高さも少し高めの方がやりやすいと思います。でまあ極端に頭ずっと後ろにこうのけぞっていくような感じで倒していくと、こう両足浮かせられますよね。こういうコントロールができると思うんですが、うん、まあ、こんなここまで倒しはしないんですけど、少し頭を後ろに下げて、足が軽くなるようにするっていうんですかね、こういう状態で踏んでいただくといいと思います。で、この今のバスドラとハイハット支部で踏んだものに、一番最初にやった上半身の四分音符の裏打ち、ハイハットの裏打ちのリズムパターンを重ねていきます。そうしますと、アンティッポという感じになりますね。はい。で、このパターンなんですが、テンポが遅い時は両足上げられないと思うので、こういう場合はまたちょっと操作方法が変わってきます。かかとをつけてつま先を上げた後に、逆に今度はクローズの時はつま先を落としてかかとを上げる、こういう動作ですね。テンポ的にどうでしょうね、120前後ぐらいで動作のこの切り替えが出てくるのかなっていう感じがしますけど、はい。なのでまあテンポが速ければ速いほど、この両足で踏む動作に対しての裏打ちっていうのが綺麗にハイハットのオープンクローズのリズムパターン叩けますので、試してみてください。はい、ちょっと早めに叩いてみますね。